はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回はむちゃくちゃ久しぶりになりますけども、パワープロアプリをやっていきたいと思います。実況するのは久しぶりなんですけど、パワープロアプリ自体は毎日やってます。で、じゃあ今回なんで急にパワープロアプリ久しぶりに実況し始めたんだと、ミカミックスじゃないじゃないかというね、声もちらほら聞こえてきそうな状況なんですけども、今しらす強化が来ていて、このしらす強化がもうあと残すところ3日間とかですかね、なってると思います。このしらす強化個人的に結構好きでですね、ハマってずっとやってるんですけど、それがもうあと3日で終わっちゃうよっていうことなんで、まあ、せっかくなんでね、久しぶりにパワープロアプリをやっていこうかなと思っています。でデッキの方なんですけども、散々ツイッターとかで言ってる通り、美課金勢の部類に多分入ると思うんで、そんなに強デッキが組めないと、PSR でデッキを固めたりっていうことができないので、まあ美課金の方にはね、とても参考にしていただきやすいデッキになってるんじゃないかなと思います。まずはスタミナ上限アップ持ってる深見。あとはですね、まあ、ちょっと PSR プラス3止まりなんですけども、防止なし山口と。あとはですね、ポイントとしてはやっぱり重なぎ、フル覚醒、PSR50 の覚醒20。これをお借りしているという状態です。これはね、探せば PSR プラゴ、風薙50のフル覚醒してる人ちょこちょこいるので、フレマラをやれば多分見つけられるんじゃないかなと思います。では始めていきましょう。でちなみにアイテムの方はですね、万能薬と、あとはどうしてもね、彼女にしておきたいのでお守りを持参してます。では進めていきましょう。まあ最初はね、どうでもいいのでコントロールやっておきましょう。でしらす強化の場合だと、イベキャラから金徳がもらえるっていうのがあるんですけど、これ何をもらうか、しかもマックス3つまでもらえるっていうことになってると思うんですけど、その3つをね確実にもらえるかどうかっていうので、サクセスの成功可否が決まってくるので、ここはしっかりね青骨の指導をたくさんやっていきましょう。で青骨の指導をやっていくと、イベキャラが金徳を覚えて、イベキャラが覚えた金徳をまた自分が覚えることができるっていうね、そういうしらす強化のいい部分が存分に発揮できればいいかなというふうに思ってます。でこのデッキのいいところはですね、ちょっと今赤骨になっちゃいましたけど、青骨で指導を1回か2回やるとですね、チームランクがすぐに上がってくれます。それで早速オール40だったかな、経験点が入ってくるので、序盤で結構能力値を上げやすいっていう利点があります。では早速コツ踏んでいきましょうか。この風なぎで何を上がるかもよるんですけどね、肩力か、これで上がってくれるとね、ちょうどいい感じで体力がもう一回練習できるように増えるんですけど、どうだ、来たー、こうなんですよね。オール40入ってきて、体力もまあ微量ですけど回復してくれるっていうのが序盤でいきなり来るんで、結構最初にね能力上げやすい状態になります。でここは虹谷プラス、虹谷ね、コツ踏むと、青コツ踏むと100超えるんで、経験値もらえるのが、これはね本当にでかい。筋力115手に入りましたもんね。しかもここでプラヤさんのラブパワー発動、これさ冒険したいよな。33冒険しよう。よし、結構ねミカミックスって、まあミカミックスをディスるわけではもう全然ないんですけど、ミカミックスって結構守りのプレイをするじゃないですか。何にしても僕は結構攻めるんですよね。だから今回攻めた結果、しょうもない動画になる可能性があるっていうのは、ちょっとご了承いただいた上でご覧いただきたいと思います。ここは優しさで対抗で体力を回復していきましょう。でだ、ここも重なぎに行きましょう。セクション1で経験値200を超えてる、2000を超えてると、今回
いけるんじゃないかっていう感じがしていきますね。ちょっと今回はこのペースだと2000には届かないかなという気はするんですけど、ここも風なぎだな、まあ、風なぎ働いてくれるな。なんとしてもここで成果を出したい。ワンチャンで収録の撮り直しやパワープロアプリに関してはそんなにしたくないなと思ってるんで、ここでそれなりの成果を出したいですね、1回で。でここはどうする、プライヤー行きたいけどコツ踏むか。どうしても早めにねイベキャラが筋骨を覚えてほしいので、サク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 と青骨をたくさん踏んでいきたいんですよね。ここは43まで上がるな。山口を青骨踏むためにコントロール43まで上げます。これでクラヤも乗るんじゃないかな、評価が。お守りを持ってきてるので、ちなみに今山口が船長に変わりましたけど、船長が変わるとねそのキャラの、まあ、経験点がもらえます。山口だったら今ね船長山口って出てますけど、一番能力が高い人が船長になって、船長が変わったタイミングで、その船長の持ってる得意練習の経験点が入ってくるという仕組みですね。うほー18かー、やりたい、やる。基本20以下だったらやりますね僕は。ちょっと制圧ばっかり来ちゃってもったいないな。制圧は大して食わないですからね。ちょっと潰していきましょう、早めに。手応えは重いんだよな。急速鑑定も潰しますと、逃げ玉もちょっと重いので残す。リリースは潰しましょう。牽制は潰したい。打球反応も潰そう。クイックも潰しちゃえ。こんなところかな。であとは球速をちょっと135で、スタミナを40まで上がらない。じゃあこれでいきましょう。で変化球はねどうしても必要なので覚えていきます。これで勝ってくれればいいんだけどね。で自分が船長になった時は経験点がオール50入ってくるので、この船長交代イベントを多く出せればそれだけ経験点がね伸びやすいっていうのがあるので、そこもちょっと頑張っていきたいところですね。こういうところで地味に経験点を取っていきたいんですが、引き分け止まり。まずはセクション1追って1791、微妙だな。ちょっとこの後の巻き返しに期待しましょう。深見はね結構個人的には好きなんですけどね。ここは妄想していきます。妄想があるので招き猫はいらないかなっていうのも個人的には思ってますね。さてそろそろ彼女にしておきたいものの、ここは虹谷のコントロールコツ。これで技術がドカッと入ってきてくれるので本当にありがたい。で虹谷が今船長になったので、90変化球入ってきましたね。経験点ここどっち行く。深見のスタミナ練習も捨てがたいけどぐらいだな。ラブパワー狙いでいきましょう。肘爆全てがうまくいくってこともそうそうないんでね。うわ29、これやる、やる、俺はやる。うわこれだよな。ミカミックスだったらこれ絶対やらないですからね。まあただ1回2回の失敗にはめげずにいきましょう。これも70まで上がるでしょう。78、いや上がらない、しょうがない。ここはじゃあ深見の妄想を入れておきます。さっきので飲めないよね万能薬。さっきのでは、さっきので飲む勇気なかったな。
で相手に食らいつけくるんで、ここでかなり掴んでくれた、でかいね。でそろそろさ、クラヤちゃんが来てくれないとしんどいんだけどな。ここで来ないとかなりしんどいですね。おー、来てくれた、よかった。じゃあここは告白妄想していきましょう。まあ、告白の妄想ってなんかちょっと悲しいけど、確実に彼女にしていきましょう。まあちょっとタイミング的にね、クリスマスとかぶってもったいないというのはあるんですが、まあ、彼女にするのが絶対要件なんで、で深みで守備力上げていきます。そろそろ D に上がらないとな、チームランク。もうちょうど上がりましたね。で初詣ですね。ここでね、大凶とか来るとテンションゴリ下がりするんですが、まあ大凶が来なかっただけよしとしましょう。風薙が結構働いてくれるな今回。お、形勢逆転覚えましたね、筋骨。こんな感じなんですよね。こっからはチームランクを S を目指してひたすら青骨を踏んで踏んで踏みまくる。緊急登板、緊急登板も結構精神使うんですよね。そこがちょっとネックではあるんですよね。さあどうする、ここは一回デート挟もう。もう一回練習でこけちゃってるからね。練習こけはやっぱり一回までにしたいわ。二回こけるとだいぶテンション下がっちゃうんで。ここは、ブレインマッスル。DD 同士の戦いだ。ここで確実に勝利を収めなくちゃいけないですね。スライダー覚えて、あとはコントロールをちょっと上げて、球速も上げましょう。で、強心臓とか、絶対無理だ。現状では脱散も無理だな。逃げ玉、ジャイロ重いな。緊急登板も取っちゃいましょう。内角もね、このあとクラヤがくれるんで残したいですよね。火消しは取ります。変化球対抗手も戻っちゃう。これでいきます。で微妙だな、ここは何もすることがないならデートしておきます。そろそろ船長交代もしたいんですけど、50オールで入ってくるとでかいですからね。さてここで今自分が47、なんとかなるんじゃないか。ここでもし勝ってくれれば、経験点が入ってくるので、その経験点を使って虹谷越えを果たしましょう。勝ってくれよ、勝ってくれるのが前提だからな。 OK だ。 D ランのプレインマッスルに書くずっとオール25だったかなと思うんですが、そうだね、25入ってきますね。3600か。このセクション2で5000超えてくるとね、テンション爆上がりするんですけど、ちょっとまだまだこっから巻き返しを狙っていきましょう。虹谷踏むともう船長交代が遠のくな。とはいえ虹谷の青骨でかいからな、踏まざるを得ないな。虹谷がしばらく船長に居座りますね、これで。お、虹谷じゃない、深見が言ってくれた。なんか嬉しいような悲しいような。ここはドクター系取っていきます。じゃあ船長交代していきましょうか。もうちょっと待ってね、その前にコントロール78いけば山口の青骨埋めますね。
これでむしろ行くんじゃない？行くね。じゃあこれで船長交代できますね。精神がちょっと足りないな。このまま行くと強心臓が覚えられない。んで西谷はここうまくいってくれた。これ3で掴むとでかいからね。で西谷を踏めればまた船長交代で西谷、結局自分が船長になって誰かに船長になってもらって、自分が船長になって誰かに船長になってもらってっていうのを繰り返すと一番いいんですよね。で D の55なんで D の55以上に上げましょうっていう話ですね。守備57上がる？守備57行くね。行こう。であと自分が52段で55まで上げたいよね。変化球覚えましょうか。これでいったでしょ。うん。で深見の守備連よし、これでまた200入ってくる。まあ、これの繰り返しが一番いいですね。うわこれ踏み手24144。いやこれはもう使わざるを得ない。これでまた西谷がきっと船長に返り咲くと思うので200確保していきましょう。うん、チームランクも C まで上がりましたね。で62でしょ。62まで上げましょうという話なので、ちょっと待ってね。今だと山口が踏めるな。あ、山口で行きたい。ここは山口で行こうとなると、一番重要なのが自分が船長になることなんで、なりましたね。うおちょっと待って、マジですかい。そこでこけるか。まあ自分が船長になったけれども、うーわって感じだな。今何パーだった？そもそも全然なかったでしょ。怪我するリスクを全く考えてなかったけど、まあ、ちょっと今回微妙な感じにはなってきてますが、まあ、立ち回りについてね、こんな感じでやりましたっていう参考にしてもらう感じにこの無駄となってしまいそうですが、ここまでね船長交代はそれなりにできているので、これがねずっと永遠に船長交代をし続けるといいですよっていう話なんですよね。おお、ここで風間木、これ金徳覚えていきましょう。これ形勢逆転だったよね確か。風間木が序盤で覚えてくれたの覚えたね。形勢逆転はただね、結局クレアが覚えるんで、まあ、微妙なんですけど、もうしょうがないですね。なんで取っておきましょう。でクラヤちゃんが形勢逆転を覚えたら、風間木もこのね形勢逆転を覚えていけば経験点が多少軽減されるというとこですかね。そしたらどうしようかな。チームメイトで三田村が D でしょ。深見は深見が D。あー、深見も D か。ちょっと微妙だな。二人とも D。どっちの方が上かがちょっとわからないけど、ここは深見にしよう。お、復活を覚えた。うわ、もうほんと微妙だな、今回みんな。復活覚えられてもね、っていう感じしますからね。ここで、風薙が復活覚えちゃうんで。経験点な、誰が何を覚えてくれるかで結構変わってくるんですよね。さっき冒頭話したように、勝利の星とかマインドブレーカーとか覚えてくれると、もうむちゃくちゃでかいんですよね。チームランクは B まで来ましたね。もうちょっと、ペースを上げていかないと。S には届かないかも。
ここも一旦自分が船長になりたいので、まず変化球をフォーク系を覚えていきましょう。これで何になった？これで79だね。じゃあコントロールを S まで上げてどうなる？これで自分が船長になりましたね。 OK だ。じゃあこの状態で三田村に精神ポイントをもらいましょう。他なんか覚えておく必要はないのでこのまま行きましょうかね。これで勝ってくれると、35かな、チームランク B の敵チームに勝つと確かオール35入ってきたと思うのでなんとかね勝ってもらいたい。 OK だ。これで自分がまた船長になったので、このあとね誰かに船長になってもらいましょう。ただあー、間違えた。妄想しちゃったよ。普通にデートしたかったのに、デートが全然進んでないからね。まあクラヤに関して言うともう形勢逆転覚えたからデート最後までする必要は正直ないかな。結果的に、まあ、とはいえ一応デート進められるときに進めとく。どうせ3回目体力回復ないですからね。で山口が全然進んでないな、まだ。虹谷154まで上げれば青骨が踏める。じゃあ虹谷の青骨を踏んでいきます。そろそろなんかもう一人二人ずつ、お、ちょうど強心臓かよ。今回とことんついてないな。欲しい金徳が。まあ、ただ金徳は複数覚えてくれるんで、虹谷が別の金徳をまた覚えてくれればね、それはそれで使える金徳になるんでいいんですけど、ちょっとそれがどうなるか読めないな。いやー、虹谷164は無理だろう。さすがに無理だね。じゃあここはデートしましょう。これで内角覚えてくれたね。ちょうど内無双取れるのでここで内無双取っちゃいましょう。で深みが45、スタミナ全然上がってないもんね自分自身も。必殺火消し人覚えてくれたね。これで深み必殺火消し人の方を取ってくれればいいかな。ちょっとね新強心臓を取るだけのいわゆる精神力が足りてないんじゃないかなと思うんで、できれば必殺火消し人の方を取ってほしいんですけど、これって選べないもんね自分では。風薙か深みかで言ったら風薙にして自分が一度帰り咲こう。一旦自分が船長に帰り咲く。ディレイドアーム覚えてくれるんだったらディレイドアームまで待ちゃよかったなーっていう気もするけど、わかんないんでねこればっかりは。全然覚えてくれない時あるんで、ツイッターとか攻略サイトとか見てても明確な条件ってまだ書いてないというか分かってないというか、そんな感じですよね多分。お、金徳誰だ？ん、深み。これさどっち来る？最悪強心臓来る可能性あるよね。
うわぁ、重たいけど取るしかないな。そのために、その怖さ対策のために。ここはじゃあ一旦これでいきましょう。強心臓が来たら新強心臓になっちゃう。必殺生き死人。じゃあこっからの試合はね、早送りで進めちゃいます。全く自分の出番なく終わっちゃいましたね。でさらにコツが踏める。山口、いやー山口の先手必殺来てないな。まだそろそろ来てくれないと。7月も2週目になってるんでちょっと怖さがあるな。もう金徳の回収もしていきます。一冊引き死人取っていく。内無双も取る。形勢逆転はまだ取れないですね。スタミナが全然ないな今回。でチームランクがまだ B だからな。セクション4になる時点でチームランクが A になってると、まあ安心してというか落ち着いてというかいけるんですけどね。早送りしますとか言いつつ、ちょっと早送りする必要もないぐらいサクサク試合が進んじゃってるので、おしゃべりしながら進めていますが、ぐはっ打たれた。一個でも打たれると結構しんどいからね。そういう意味で言うとドクター K も取っちゃって確実に三振を量産していく方がいいかもしれないな。虹谷って何だったっけ。強心臓じゃなかった。ちょっともううろ覚えだけど。あ、やっぱりだ。これで新強心臓になってしまった。いいのか悪いのか。新強心臓なんか取れないよ。171必要だもんね。いやこれはちょっと厳しい。厳しいわ。ドクター系は取っちゃおう。でも手応え、ちょっと新強心臓せっかくなんで取りたいんで温存していきましょうか。精神ポイントは。さあいきなりピンチが来てるけど、ここはもうじゃあ本当に早送りしていきます。まあ、序盤でピンチがありましたけど、その後は無難に抑えてくれましたね。よし、先手必殺。間に合わないよ、これ。全然間に合わないよ。まだ1回目じゃないか。しょうもない感じになっちゃったね。まあ、ここはしょうがない。先手必殺はなしですけど。ちょっと妄想がはまらなかったっていうのもあったのかな。まあ、もうここまで来たらもちろん最後まで実況はさせてもらいたいので進めていきましょう。チームランクが A に上がりましたね、これで。で、次のターンで練習ができるだけの体力量は回復すると思うので、そこでまた練習をしていきましょう。一応、金徳は全部もらったと思うので、3つ。必殺火消し人。大深みから形勢逆転を重なぎからで虹谷から新強心臓をもらったと思うんで、これでね一通りしらす強化でもらえるプラスアルファの金徳に関しては回収が完了っていう感じになると思います。まあ、結局ねここばっかりはもう運要素も
サクセスはどうしても絡んでくるんで、今回はちょっと運がなかったと諦めましょう。で、一旦160まで上げて強心臓を取、新強心臓を取っちゃいましょう。で、変化球はフォークをもう一個上げておきます。チームランク S はちょっと厳しいかな。自分自身が上がるだけじゃなくて、他のイベキャラたちがね、金徳とかを取ってくれたりすると一気に上がったりするんですけどね。じゃあここもまた早送りしていきます。いやー危なかった。延長でなんとか勝利ですね、 1-0 で。まあ、ここまで選手能力上げておくと大量失点っていうことはないんですけど、逆にバッターというか打撃陣がね、点を取ってくれないっていうことはあるんで、そこだけはもうこれこそまさに運要素。じゃあここは妄想しておく。妄想しましょう。スタミナが上がってくれたよっていう話プラス体力回復ですね。おそらくもう次チームランク S にするのは難しいかなと思うので、能力値をもう上げていっちゃいましょう。変化球はフォークをもう一個覚えて、あとはですね、覚えられそうな特能を覚えていっちゃいましょう。こんなところかな。もうこれは中継ぎ選手だな。せっかくあのスタミナ上限持ってる深見も連れてきたんですけど、スタミナは上限どころか50止まりなんで。じゃあここも1点なんかホームランかなんかで取られちゃってるっぽいですけど、早送りしていきます。決勝までは出ましたね。そう考えるとまあ決勝まで来れただけマシなのかな。でパワープロアプリはね、やっぱりあの手軽に遊べるのがいいですよね。でちょっと今ふと思ったんですけど、タイに遊びに行くとき、前だと収録機材を持って、パソコンゲーミング PC を持ってとかっていう感じにしてたんですけど、最近LCC をほぼ利用することが多くてですね、 LCC だとパソコンゲーミング PC を仮に持っていくとしたら、重量オーバーになっちゃうんですよね。預けて荷物でプラスホニャララ円みたいなのが必要になってくるんで、できるだけ持っていかないようにしているんですけど、それはそれでちょっと、まあ3泊4日ぐらいだったらいいんですけど、5泊とかになってくるとね、ちょっとゲームの収録が滞って動画の公開にまあ穴を開けてしまうということがあるので、パワープロアプリを現地で収録するっていうのはありかもしれないな。でまあいつも入れてるテロップとかそういったものは結局入れられないと思うんですけど、ただ単に実況とこの画面収録だけであればスマホ1本でできちゃうんで、そうします。今度からタイに行った時は、まあもちろんあのメジャーキャリア ANA とかタイ国際航空とかそういうメジャーキャリアを使った時は、ちゃんとしたゲーミング PC 持ち込んで現地でまたね、収録をしようかなと思うんですけど、そうじゃない時はパワープロアプリを配信します、タイで。そうします。それが一番なんか、すべてに都合がいいですよね。まあ、パワープロの収録はできればミカミックスのを見たいっていう方の方がもちろん多いとは思うんですけど、ミカミックスもパワープロアプリやってないって言ってますからね。
まあ、サクスペの方はミガミックスで、パワープロアプリの方はね、ちょっと、タイに行った時とか、まあ、こういう気が向いた時になっちゃうんですけど、僕の方のパワープロも見ていただければな、というとこですかね。じゃあ、これでシラス優勝しました。僕のこのイベントデッキで言うとね、帽子なし山口が PSR プラ5とかになってくると、もう一伸び、全体的にしてくれるのかなっていうのがあるんですけどね。まあやっぱり PSR プラ5に持っていくのは至難の技ですね。不屈の魂か、取れるんだろうか、不屈の魂。なんか取れる気がちょっとしないけど。経験点は12000。フレンド申請、ゆうさん、お願いです。お願いいたします。で、ノルカップ。不屈は取れるね。ギリギリ取れるね。取っていこう。せっかくなんで。で、あとは変化球を先に使っていきましょう。174。で、他変化球174が消耗できる。玉持ち。クロスファイヤー。形勢逆転取ってなかったね。こんなところかな。臨床はだいぶ余っちゃうけど、しょうがない。で、あとは先発適性取って、スタミナをちょっと伸ばして、こんなところかな。はい。SS、ちょうど SS ぐらいかな。SS1 でしたね。はい。というわけで、パワープロアプリのシラス強化、ちょっと久しぶりのパワープロアプリの実況配信だったんで、どうかなと思ったんですけども、なんとかプレイ完了できました。いかがでしたでしょうか。でね、先ほどお話したように、これからタイにね遊びに行ったらパワープロアプリの配信をやろうと思うので、まあ一番近いタイ行く予定は8月のお盆、ここが5泊6日で一応行く予定なので、その時にね、またパワープロアプリ、もちろんそれ以前にパワープロアプリまたやりたいってなったらやると思うんで、ちょっとミカミックスじゃなくて残念に思う方もいらっしゃると思うんですけども、お付き合いをねその時はまたいただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。